ある鶏が空を飛ぶ練習をしていました。最初は1メートルしか飛べませんでしたが、2メートル、3メートルとどんどん飛べる距離を伸ばしていきました。羽を羽ばたかせ、自由に空を舞うことができるようになった鶏。その結果、鶏の鳴き声が変わってしまったのですが、一体なぜでしょうか。これから名探偵たちに謎を解いてもらいます。皆さん、とっても素敵ですね。ルールはシンプルです。まず問題が出されます。探偵たちは問題を解くために質問をすることができます。ただし質問は1人1回です。全員の質問が終わると回答タイムです。回答も1人1回です。正解者がいなければもう一度だけ質問ができます。やはり質問は1人1回です。全員の質問が終わると2回目の回答タイムです。これでも正解者がいなければ思いついた方から回答をします。質問、回答、質問、回答、これだけ覚えていれば大丈夫です。それでは前置きが長くなりましたが、本編スタートです。え、コケコッコーからクックはドゥドゥルドゥになったってこと？海外行ってる。はい、はい、ショピさんどうぞ。この鶏はヘリウムを詰め込まれていますか？これはいいえです。はい、チーノさん、鶏は僕たちが一般的に知っている鶏の認識で合っていますか？まあ、はいでしょう。はい、ゾブさん、これの鶏は1匹だけですか？難しい質問ですね。まあ、匹ですか。もう一回質問していただいてもいいですか？このニワトリは他のニワトリにも適用されますか？あ、なるほどなるほど。それははいです。イエスです。これだけじゃないよねっていう話ですよね、ゾムさんが。そう、はいはいはい、このニワトリだけが殺しないよねっていう。他のニワトリが同じ状況になったら同じことになります。そう。はい、あ、トンドさん、このニワトリは忍者ですか？いい質問ですね。これは言及ありません。何がいいっすね。何が良かったんや。びっくりしたやん。はい、ロボロさん、これ問題文の最初と最後、はい、要は飛べる飛べないで鶏って成長してます？ああ、それはまあおそらくノーでしょう。一旦回答いいっすか？お願いします。ある研究者が飼ってる鶏の話なんですよ。ほう。研究者は鶏が空を飛べへんのは鶏の頭に問題があるんやっていう仮説を立てます。ほう。なので別の空を飛べる鳥の頭をくっつけたら鶏も体を動かし方分かって飛べるようになるんじゃないのか。やばいやつ。そう、鶏の頭を切ってまず手始めその辺のスズメの頭を切れましたと。だから決めたと飛べましたと。おお、やれるやん。じゃあ次、そう、もうちょっと飛べそうなやつ、体が近い方がええな、鳩の方にしようかって、鳩の頭に付け替えましたって。2メーター飛びました、うん、おい、いけるやん。じゃあやっぱもうちょっと飛距離強いのがいいな、鷹にするか。鷹つけて3メーター、いやすげえ、めっちゃどんどん距離伸びる。でも鳴き声がキーンって変わった。お前それ言いたかっただけやん。お前キーンさんやりたかっただけやん。それではないです。お前もナルトに引っ張られてみやっけ。すげえ。まあ、その発想なかったな。好きですけどね、これ。キーパーが見えて泣くようになったんじゃないんや。ではないです。ちょっと俺っていいですか？あ、お願いします。では、ゾムさん。俺、そのニワトリが飛べへん原因っていうのは頭にあるんじゃなくて、ニワトリの体重にあるなって。なるほど。で、皆さんちょっと知るか知らないですけど、ニワトリってあの頭切り落とされても生きてるニワトリがいたんですよ、昔。らしいですね。一旦ちょっと頭落としたんですよね。で、これでまあ体重が減って飛べるようになった。うん、でも頭ちょっと削ったから、鳴き声変わるじゃないですか。この、ピーが急に。変わる。なるほど。これでも、まあ、これで1メートル分になりました。でもちょっと2メートル飛ばしたいなって。もうちょっと削るんですよ。軽量化したらまたキューンってなって。で、また削って3メートル飛べなって、もうその子にはもう泣かなくなったっていう、これ。ではないですね。そんな残酷な話ではないです。そうか。キー人道的すぎるよ。頭落としキー。お前が言うか。いや、俺代わりの頭ついてありだもん。お前どっち消しやろうかね。人2倍3倍。はい。トンさん。これ、ニワトリって書いてるんですけど、本物のニワトリ、生きてるニワトリじゃないです。
みんな知ってますか、鶏の形したピーって鳴くおもちゃ。おお、チキンのやつね。グワグワ言うでしょあれ、うん、あれに羽つけて飛べるように改造してたんですよで、あの改造するたびに1メーター、2メーター、3メーターってどんどん解いていったんですけど、最終的にあのピーって上の飛行にジェットつけて自由に大空羽ばたくようにしたからブーンってなって羽を羽ばたかせ、羽の部分と後ろのジェットの部分でこうブワーッと飛ぶようにしたんですよ。だから鳴き声がピエーみたいなんからジェットのゴーッと飛び出す。おお、もや鳴き声あーそう、それ鳴き声ではない、声じゃない稼働空気非常にイラスト映えしそうな回答ありがとうございます。違いますね。はい、ローボロさん、だって普通にさ順当に考えてったら分かると思うんですけど、このニワトリ多分ちょっと太ってたんですよ。ほうほう、うん、でも空を飛ぶ練習ってことはやっぱ羽広げたりしてなんか動くわけじゃないですか、うん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 、痩せていきますよね。おってことはどうなるか、最終的に軽量化すると、はいはいはい、でそうなった結果やっぱ体重低いとほら走ったり長距離できるじゃないですか人間、その友達で、うんうん、鶏も軽いからやっぱ飛べるんですよね、うんうん、歌手の人とかって痩せたら声変わっちゃうから太ったまんまでいる人とかいるんですよ、うんうん、鶏も実は痩せたら鳴き声変わるんですよ、ね、結果どうなるか両方満たしてますよねこれ。正解出たか、以上です。違います。はいはい、まあそもそもニワトリ飛びませんからねそこな頭引き換えたりお前言ってるやつ一番現実的な回答ではあったはい、チーノハン、ニワトリがなんで空を飛ぶ練習をし始めたかっていうのが大事なんですよね。おお、なるほど。基本的にやっぱニワトリも鳴き声出すっていうのはやっぱ求愛行動の一つなんで、えらいべっぴんさんのニワトリがおって、うん、そいつがなんか空飛ぶニワトリええな言うてたから練習を始めたんですよ。なるほど。ね、まあ、1メートル、2メートル、3メートルっていう風に自由に舞うことができるようになって、うん、なんかええ声でそいつに求愛したっていう話ですね。女の前になるとやっぱ鳴き声変わるやつってやっぱうちのメンバーにもおるし、そういう感じかな。あーなるほど、そういうことですね、うん、結果どうなったそれ。結果あかんやろそりゃ。なるほど、うん、顔がちゃうねんから。確かに、でも女の前であの声の変わるニワトリ僕よく知ってるんで誰や鏡僕ですねチュンさん、はい、違いますね。はい、ゾムさん、このニワトリって加工されてますか。加工、これはまあいいえですかね。ちょっと待って、ふーケンタッキーの話じゃなかったのね加工はされてないかな。はい、お、ショキさん、空を舞うっていうのは鳥が空を飛ぶと同じ認識で合ってますか。これははいです。はい、チーノさん、このニワトリちゃんと意識あります。まあおそらくはいおはい、ロボロさん、ニワトリの鳴き声が変わったっていうのは、はい、いわゆるコケコッコーが別のものに変わったって認識でいいですか。皇帝とかじゃなくて。ロボロさん、それははいはいです。はい、トンノさん、これ地球っすか。まあ、これははいでしょう。はい、トンさん、このニワトリ空を飛ぶ練習してました。はい、うん、どんどん頑張って飛べるようになりました、うん、でもさっきロボロさん言ってましたよね、飛べるようになるってことはどんどん減量されてるはずなんですよ。ほう、最終的に羽を羽ばたかせず自由に空を舞うことができるようになったと言ってるんですけど、これ実は気持ちの問題で、気持ちただただ、はい、ただ死んだんですよこのニワトリ。ああなるほど。だから霊体になって羽を動かして自由にあの空中を飛ぶニワトリになって、うん、鳴き声は死んでるんで、なんか自由にしゃべってくれる。ラビアリアさん。なるほどね。ではないですね。はい、ゾムさん、この鳥元飛べなかったんですけど、うん、やっぱり命の危機を感じると飛べるようになるんですよ。おお。ってことで人間がちょっとそのニワトリの人に近づいて、だいたいカチッってやって尻尾近づけたんですよ。ほうほう。そしたらそれだけでニワトリはコケッって言って1メートル飛ぶようになったんですよ。ほうほう。でもっと飛ばしたいな、うん、尻尾つけたんですよ火を。おう。そしたら2メートル飛ぶようになって、うん、次体につけてみようとつけたら3メートル飛ぶようになって、うん、コケコッコーから必要な叫びになったっていやゾムさん、あの残酷路線一回離れてもらっていいですかではないですよ。違いますか、はい、いやでもゾムさんので分かった。はい、え何さん発想が出た。ゾムさんのやってることは確かにですね、気をつけてニワトリを木の恐怖から飛ばせようとする、うん、そこまでやってるんです、うん、
なぜ鳴き声がそれで変わるのか、うん、皆さん平安時代の犬の鳴き方は何て言われたか知ってますか。え、なんやろ。平安時代実は犬ってビヨって鳴くと思われてたらしいんです。お、はいはいはい、ビヨビヨって鳴くらしい、ね、あの頃は。でもそれは時代が経つにつれて人間の感性が変わることでワンワンに聞こえるようになってしまったという日本人は。最初この飛べない鶏、俺たちは今コテコッコーだと思っているけど、日によって恐怖を感じて鶏の声を聞くとコニャルコニャルにコニャル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 に聞こえるようになってしまったのさ。なるほど。いや、おもれえけど違いますね。はい、ロボロさん。言うてもやっぱ鶏って空飛べるわけないじゃないですか。でも1メートルから2メートル飛んでいけてるじゃないですか、練習したら。これなんでか、はい、前回の練習よりもただ単に高いところから飛べるだけなんですよ、これ。ああ、なるほど。どん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 高いところから飛ぶと2メートル、3メートル飛距離が伸びてたんですね。ああ、はいはいはい。で、ついにスカイダイビングに同行したと、鶏は。おおおおで、まあ一緒にね、サングラスつけて目の向こうでつけて、バーって飛び出すわけや、うん、はい、鶏は。おお、うん、ついに自由な翼を手に入れたぞー飛ぶわけやけど、うん、やっぱ最終的には飛べなくなるわけですよ。でそうなった時どうなるかっていうと、首からまあ落ちますわな、鶏。そしたらその時普通はコケコッコーってなるけど、あっ。でそこで鳴き声が変わって鶏戦を終了したと。なるほど。ただの残酷路線やんけ。断末魔ってことやではないですよ。ではない。いや、でもロボなので僕も分かりましたね。はい、大千代さん。ニワトリって頭ちっちゃいんで、多分勘違いしてると思うんですよね。なるほど。スカイダイビングで落ちてってるのを、あ、俺自由に空飛んでるわってニワトリ、うん、錯覚するようになって、うん、やっぱニワトリの鳴き声って200種類あるやんか。え、うん、その路線で来る、お前。で、落下とともにちょっとやっぱ最後の方で死を感じねえな、うん、で死地を経験したもってだいぶやっぱ顔つき変わるから、まあ、それで鳴き声変わったんちゃうかな。落下寸前にニワトリ言ってる、こ、小麦でちゅうではないです。皆さん、ここからはフリーのお質問タイムに入るわけですが、私から一つ申させていただきますとですね、皆さん、今回いつものあの質問をすべきだったかなとちょっと私は思っております。ということで、アホなんですか。アホか。はい。そしてですね、私からさらに一点申し上げるとですね、今最も正解に近い男を発表します。トンドさんです。はい、トンドさん。おもちゃですか、これ。これはいいえです。はい、ロボロさん。鶏を使った言葉遊びですか。あ、なるほど。これはいいえです。はい、ゾムさん。ケツに爆竹入れてますか。カエル立ったよ。いいえです。韓国路線。いいえです。外れず、はい、いいえ。爆竹は入っていません、ゾムさん。はい、あー、チノさん。鶏になんか取り付けますか。これはいいえです。はい、ゾムさん。なんか注射とかしてますか。注射、これはいいえですね。はい、ロボロさん。この鶏なんか天才に巻き込まれてますか。あ、これはいいえですね。はい、チノさん。この鶏は誰かが介入してますか。あー、なるほど。これはね、まあいいえでいいです。はい、トノさん。本当に飛びましたか。これははいです。はい、ゾムさん。風の気流関係ありますか。いいえじゃないですかね。はい、トノさん。生きてますか。まあはいでしょう。はい、ゾムさん。俺もできますか。ゾムさんは無理じゃないですかね。はい、ロボロさん。この鶏 VR つけてますか。あ、それはまあいいですね。あ、違う。はい、シンプルに答えます。はい、トノさん。この鶏、はい、マジで飛んでしまったんですよ、うん、飛ぶことによって何ができるようになったか、うん、国を渡ることができるようになったんです。ほう。つまり何が起こるか、その国によってニワトリの鳴き声というのは変わる。分かります。要するに聞こえ方が違うんですよ。こういうことです。つまり何に変わるんですか。コキコッコから、はい、アメリカに行ったらクッコアドゥドゥルドゥになるしやな。トノさん、正解です。ええ。自由に空を飛べるようになったニワトリはアメリカ大陸に渡りました。そこではニワトリの鳴き声はコケコッコーではなくクックドゥルルー。なんでドラえもんやねん。鳴き声変わっちゃいました。そうなんです。これトントンさん正解です。そして私クソ震えてました。この問題が出た瞬間にトントンさんがコケコッコーからクックルドゥルルーに変わったんちゃうやろなって言うたんです。はい、言いました。言いましたね。僕はうんち飛び出るかと思いました。そこから僕露骨に黙りました。